エクスタシーレコーディングスタジオはカリフォルニア州ロサンゼルスカフエンガにある日本の音楽家ヨシキのプライベートスタジオである。旧称はカフエンガパススタジオ。かつてはローリングストーンズなど著名なアーティストもレコーディングに使用した。2011年にヨシキが買い取り約1年にわたる改修を経て2012年から自身のプライベートスタジオとして ソロプロジェクトや X ジャパン、XJAPAN、イオレット UK などのレコーディングに使用している。2015年8月31日放送の、キジャム完全、年賞に、ヨシキが、ゲスト出演した際に、このスタジオでの様子も紹介され、愛用の可愛いクリスタルピアノ、特注のチタン製ドラムセットのほかスタジオ機材として高額なマイクプリアンプのラック10、数台が登場した。 3255カウェンがブルバール W、ロサンゼルス、CA9068 お式は、X ジャパンのアルバム、アートオブライフのレコーディングで、ジム・デビットが所有していたノース・ハリウッド・ランカーシム、ブルバード・ノフ・アート地区の録音スタジオ、ワン、オンワンレコーディング、ワン。オンワンレコーディングを借りて使用していたが、当時メタリカやボンジョービ、マドンナなどの有名アーティストに、 人気で予約が取りにくい上、スタジオ機材のレンタル料もかさむことから、1993年に、このスタジオを購入した。その後、設備の充実化や、内部の改築、改修工事を施し、スタジオ A を引き続き外貸しのスタジオとして、スタジオ B を自身のプライベートスタジオとして使用していた。 1997年には2階部分にビデオ編集専用ルームが作られた。2000年にエクスタシーレコーディングスタジオに改称。2003年からは一般へのレンタルを一切やめ、完全なプライベートスタジオとして使用していた。スタジオ A のコントロールルームにはメインモニタリングスピーカー、ジェネレック1035バイトとアメリカ本土最大となる104インプットの ミキシングコンソール SSL9000J が備えられ、70人規模のオーケストラが収容できるトラッキングルームはドラムレコーディングにも定評がある。スタジオ B には72インプットのミキシングコンソール SSLJ シリーズを置き、ブースは主にボーカルのレコーディングに使用していた。スタジオ C にはデジデザインプロコントロールが置かれ、エディット作業に使用していた。 その他、ラウンジ、機材室、オフィスなどを備え、ヨシキが主催する、エクスタシーレコードインターナショナルとエクスタシー音楽、出版も同じ建物に所在していた。2012年に1 7ーツ l l c 社に売却し、現在は1 7ーツスタジオというナノレンタルスタジオになっている。1998年には、マドンナのマネージャーを務めていた。 フレディ・デマントレコーディングディレクターのビル・ドゥリーが1993年にビバリー・ブールバードに構えたブルックリンレコーディングスタジオを買い取りエクスタシーレコーディングスタジオサウスに改称して使用していたが、ヨシキがアメリカのバンドのプロデュース活動から手を引いた2003年に手放している。このスタジオには80インプット、32モニターチャンネルへの拡張と 104本のフェーダーの GML オートメーション化がなされたニーブのヴィンテージミキシングコンソールニーブ8 0 7 8が備えられていた。ここで商業用に貸し出していたスタジオでは、キスやバンヘーレン、ジェーンズ・アディクションなどのほか1999年にはトレイシー・チャップマンやフィオナ・アップル、マリリン・マンソンといったアーティストがレコーディングに使用している。 11階にスタジオが所在していたエビスプライムスクエアタワー。ヨ木シキは1999年8月27日にメディアファクトリーとの共同出資でメジャーレーベルエクスタシージャパンを設立し同レーベルやエクスタシーレコードの原版制作の拠点となるスタジオとして2001年にエクスタシーレコーディングスタジオズジャパンを作った。エクスタシージャパン エクスタシーレコードなどと同居する形で、東京都渋谷区広労の22階建てのタワー棟、エビスプライムスクエアタワー11階オフィスを改造して、スタジオ化した。スタジオ設立の推進役は、当時ジャパンミュージックエージェンシーに所属していた、エンジニア、プロデューサーの杉山雄二。吉木が所有していた、ロサンゼルスのエクスタシーレコーディングスタジオのプリプロ、ルームをモデルに、 設備に関しても、y o からの要望を多く取り入れた。スタジオの試行業者は、日東防音響エンジニアリング。スタジオは A、B の2つ、コントロールルームと、2つのレコーディングブースで構成。スタジオ A のコントロールルームは、全チャンネルに1081モジュールを収めたバーサリーの24インコンソールと、MTR にデジデザインプロツールズ24ミックス。 プラスを中心にした構成。スピーカーには、ヨシキの指定した、ジェニレック 1038A とヤマハ NS-10M スタジオ。基本構成を、スタジオ A と同じにしたスタジオ B には、メインユニットにフェーダーエクスパンションパックを3台、増設した、デジデザインプロコントロールが据えられた。このスタジオを使用して制作された、最初の作品は、 杉山雄二がプロデュースを手掛けたフランジャーズの2001年のシングルライラックであった。2003年のエクスタシージャパンの活動終了に伴い、スタジオも閉鎖された。ありがとうございます。